自分ごとに置き換えてみる。ニュースを読む目的ってね、中学校のテストみたいに和訳するためじゃないんですよ。あら、けたるコメンスター、皆さんこんにちは、みこです。今日はですね、ニュースを一緒に読んでいきたいと思います。で、ニュースって言ってもそんなに堅苦しいものではなくて、皆さんが日常の生活の中ででもですね、お友達と一緒に話せるようなちょっとしたね、出来事なんです。まずね、早速質問なんですけれども、こちらのルイシートコミュニカっていうこの YouTube チャンネルをご存知の方ってどれくらいいらっしゃいますかね。見たことあるよっていう方とか、もしかしたらすでにチャンネル登録をねしてらっしゃる方もいるかもしれないですね。ぜひね、コメント欄で教えてください。メキシコ人のね、ルイスさんがやってるんですけれども、登録者数なんと3930万人、えげつないでしょ。で、今日本ってヒカキンさんが1000万人を超えたくらいなので、それの3倍以上の人がね、登録してます。本当にスペイン語圏の中でも大きなチャンネルであり、影響力がね、大きい人なんですね。では、ニュースの題なんですけれども、ルイシトコムニカ es discriminado en Corea del Sur por ser mexicano y viejo。 ちょっとね、びっくりするような見出しですよね。ルイシトコムニカさんが差別を受けました。韓国で、これ原因です。メキシコ人であることと、ちょっと年齢がね、いっていること、まあ年寄りみたいなことが原因で、原因のポールですね。っていう風な見出しになっております。先にちょっと概要をお知らせしておくと、このルイシトコムニカっていうチャンネルはですね、ルイスさんがこう旅をしながら食べ物とか、その観光地の場所とかいろんなところに行って紹介するっていう、よくあるこの旅行ブログ系なんですよね。1ヶ月か2ヶ月くらい前に彼は韓国にいました。で、韓国すっごい楽しい、ご飯も美味しいし、なんか人もいいし、韓国最高みたいになってたんやけど、ディスコに行ったら外国人であるっていうことと、ちょっと年齢がね、30歳超えてるっていうことで、ディスコに入れてもらえなかったと。で、それに対するビデオをこんな感じで10分間ぐらいでね、何があったのか、で、彼がどう感じたのか、で、まぁ、結局まとめみたいな感じでお話をされたビデオをね、アップしたんですね。もしよかったら皆さんもこれ見てみてください。ルイシートさんすごいスペイン語わかりやすいので、聞こえる単語がね、いっぱいあると思います。で、その発表を受けて、このニュース記事がまあ出たわけですね。で、彼のこちらの動画の再生回数が今時点で672万回くらい回ってます。たくさんのスペイン語圏の人が見ていて、え、ちょっと韓国ってどうなんとか、え、日本もそんな感じなんみたいな感じで、ちょっとね、ざわついたんですね。もしかしたらね、皆さんもね、お友達とこんなことを話す機会があるかもしれません。まぁ、ちょっと一緒にね、読んでいきましょう。こちらの動画でも紹介しているチャンクリーディングのやり方で一緒に読んでみましょう。とはいえ、私はそのチャンクリーディングは専門なわけではないので、どこで切るっていうのはね、まあ、はっきりわからないんですけれども、こういう形で区切っていくと、読むときもね、読みやすくなりますし、人の話を聞いてるときも、前から情報を入れればいいので、理解しやすくなります。ではね、ちょっと一緒にやってみましょう。El youtuber poblano no pudo acceder a las discotecas coreanas porque el límite de edad es de 29 años.はい。ルイトバ・ポブラノ。ポブラノですね。このルイシートさん、ポエブラ州っていうところ出身なんですよね。はい。なので、まあ、ポエブラの YouTuber が、みたいな感じですね。で、できなかった、入ることが、韓国のディスコテカに。はい。なぜならば、年齢制限は29歳だからですよ。Este suceso le causó un gran decepción al youtuber, ya que decidió salir una noche para conocer la vida nocturna de aquel país junto a su pareja. この出来事は呼び起こしました激しい落胆をこの YouTuber に。なぜならば、決めた出かけるある夜に、目的ですね。目的のパラ、知るナイトライフをあの国で一緒に彼女と。この時点でもなんとなく前から情報が入ってきて、なんとなくわかると思うんですよね。で、まあもうちょっと綺麗に訳すとすると、まあ、彼女と一緒にね、韓国の、アケルパイスは韓国ですね、韓国のナイトライフを知るため、まあ体験するためみたいな感じですね、体験することが目的で、ある夜に
出かけるということを決めたんですね、彼は。激しい落胆をこの YouTuber にね、引き起こすことになる事件がその時に起こったわけですね。Según relata sus expectativas eran altas debido a que en otros países como China y Japón ha disfrutado de grandes fiestas pero tal parece que todo se frustró por el hecho de que al comenzar su recorrido en algunos bares le prohibieron la entrada por no ser coreanos によるとこの話ですね。その話によると彼の期待はとても高かった。デビルアケはポルケと同じです。なぜならば、他の国、例えば中国とか日本では、アーディスフルタード非常に楽しんだ。グランデスフィエスタス、素晴らしいパーティーを。これもしグランデス後ろに来てて、フィエスタスグランデスって言ったら、大規模なパーティーになります。大きいパーティーになるんですけど、グランデスが前に来ていることで、まあ素晴らしいとかっていう意味になりますので、大きいパーティーかどうかはわかんなくなりますよね、ここでね。でも、タルパレセケ、このタルパレセケ、ちょっともしかしたらね、訳し方はややこしいかもしれないですけど、意味を取る時点では、もうタル消しちゃって、パレセケで理解しちゃって OK です。で、タルがあることによって、ちょっと臨場感とか、強調した感じっていうのがね、出てくるんですね。抑揚がね、すごいつきますね。なので、まあ、そのように見えますよと。すべてが裏切られた。で、ポルレチョデケも同じです。ポルケという意味なので、なぜならば、アルコメンサールはクアンドコメンソーと同じですね。始めた時、彼の巡り歩き、バーの中での。で、禁止された入店を原因で、韓国人じゃないということが原因で。彼はですね、韓国に行く前に日本とか中国とかも旅してるんですね。で、日本でもいろんなバーに行ったことがあって、すごい楽しかったんですって。だから、韓国も絶対楽しいやろうと思って、エクスペクタティーはすごい期待値が上がってたんですよね。でも、残念ながら実際にこのバーのね、バー巡りをした時に、韓国人じゃないっていうことで入店拒否をされてしまったんですね。Al principio, este suceso lo tomó normal.Porque en otros países estas reglas también existen. Por lo que comenzó a recorrer otras zonas buscando un lugar donde admiten a turistas. この出来事を受け止めたよ。普通のことやと。なぜならば、他の国でもこのタイプのルールは存在するからです。はい。Por lo que por eso だと思ってください。なので、歩き回り始めましたよ。他のエリアを。探しながら一つの場所を受け入れてくれる外国人観光客を。はじめはですね、この出来事を彼は、まあ、普通に受け止めたんですって。で、なんでかっていうと、他の国でもこのルールがね、存在するから。なんで実際にビデオの中でも彼は日本でも同じことがありましたって言ってます。ということで彼はじゃあこのエリアがダメなのかな?じゃあもっと外国人観光客がいるようなエリアに行けばいいのかなということでわざわざそのエリアを移動してですね、また再びバー巡りを始めたんですね。Al llegar a otro bar, donde aparentemente no tendría problemas para accederNuevamente le prohibieron la entrada por ser mayor de 30 años. はい。到着したとき、他のバーに、一見、問題がなさそうだった。なさそうであろうところですね。で、このパラ目的、アクセデール、ハイルですね。新たに改めて禁止された入店を原因で、セールマジオールでトレンターニオ30歳以上ということが原因。まあ、なので他のバーに着いた時ですね。で、そのバーは一見問題がなさそうだった。まあ、要は他の外国人観光客とかも入って行っていたので、ここは行けるだろうっていうところを選んだんですよね。そしたらまた、改めて、ダメですよって言われて、なんでかって聞いたら、30歳以上の人はダメですと。
はい、実際にね、この記事はもうちょっと長いです。で、元々の記事のサイトもね、概要欄に貼っておくので、もし気になる方はね、最後まで読んでみてください。まあ私がですね、今回せっかく皆さんとニュースを読むので、チェックしたかった場所は、まあ、ポルパラですね。ポルパラやっぱりいっぱい出てきてます。最近の全知識完全版の動画をまたご覧になってない方は、ぜひね、見てもらえたらと思うんですけれども、まあ、パラは目的なんですよね。で、ポルは、交換とか、なんかこういう風なイメージですよってお話をしました。入店を断るっていうことと、30歳以上であるっていうことがこう交わるんですよね。で、まあ交換している。で、まあ最終的にはまあその30歳以上であるということが原因で、入店を拒否されてしまったっていうね、こういう風な意味合いになっています。実際動画の最後で彼はお友達にね、聞いてみたっていう話をしています。で、そのお友達によると、年齢が NG っていうのは本当にそういう時もあるけれども、綺麗な形で断ったっていう可能性があるよっていうのを言われたみたいです。で、基本的に韓国のそういうクラブみたいなところは、まあ年齢制限があったり、あとは見た目っていうのもあったり、で、もちろんその外国人を断りっていうところもあったりするんだよと。で、こんな感じでニュース読んだ後にね、私がおすすめする方法はですね、自分が使える表現っていうのを引っ張るです。まあ、例えば、まあ、コレアデルスールはこれ韓国ですねと。で、ラスディスコテカスコレアナス、これって韓国のっていう意味なんだなっていうね。はい。まあ、コミダコレアナとかにも使えるじゃないですか。あとは、エルリミテデーダーは年齢制限なんだとかね。ラビダノクトゥールナ、ノクトゥールナって夜のっていう意味の形容詞なんですけど、ノクトゥールのノクトゥールナっていうのがあります。アーディスフルタードでグランデスフィエスタスも、これ女王にして、エーディスフルタードで、ってなんか後ろ来れるんだなっていうのがわかりますよね。ジョエディスフルタードでフェスティバルとかっていう風に言うことができるんだなっていうのがわかるからね。はい。せっかくね、1個読んだんだから、このままにしてたらもったいないので、日常で使える表現っていうのを、まあ、いくつかね、引っ張ってみてください。文を丸覚えするんじゃないですよ。文丸覚えしても意味ないですからね。そのシチュエーションでしか使えないから、そうじゃなくて、それこそチャンクでもらってくるんです。はい。ラビダノクトゥールナ、もしくはこのセールからでもいいですよね。このセールラビダノクトゥールナっていうのを引っ張ってきて、これを自分の引き出しの中に入れといて、いざとなったら使うっていう感じですね。これがね、せっかくニュースを読んだ時に皆さんにやってほしいことの一つね。で、もう一つはですね、自分ごとに置き換えてみるっていうことで。ニュースを読む目的ってね、私、たくさんの人が勘違いされてると思うんだけど、中学校のテストみたいに和訳するためじゃないんですよ。今これ一緒に意味取ってきましたけど、これ序盤です。これ初めの2割くらいです。あとの8割、こっちの学校行ってたら何するのっていうとね、あともう完全意見交換なんです。なので、ぜひ今皆さんこれを聞いて、どう思ったかって考えてみてください。どう思いましたか？ね。でも、どう思いましたかって言われても、え、何も思わんって思われると思うんですよ。で、特にその人種差別であったりだとか、その年齢の制限とか、しかも見た目で差別されて、入れてもらえなかったかもしれないみたいな話になってきたら、ちょっと内容が重いので、コメントもね、気を使ってしまうと思うんですね。なんだけど、やっぱりそこで、私やったらこうみたいな意見をね、求められていきます。で、これが言えるようになれば、実はスペイン語も上達していくんです。まず大事なのはね、自分の意見を持つっていうことなんです。で、それは別に正しかろうが間違ってろうがとか、そんなの全然関係ないんですよ。あなたの気持ちなんで。私はこう思うんだよっていうことが言えるっていうことがね、大切なんですね。答えやすくするために質問するとすると、まあ、あなたはルイシートさんのお友達だとします。で、ルイシートさんからこんなメッセージが届いたら、あなただったらなんて返信しますか？なんて返すと思いますか？で、そんなん私なんて言っていいかわからないからって言って黙ってたら、なかなかそこから関係性も進んでいかないので、やっぱりね、そこで
何か一言声をかけてあげられるっていうのが大切やと思います。私はねそう思います。もう一つこれもよくあるのは、あなたがルイシートさんの立場やったらどうしますかっていうやつですね。イメージしてみてください。皆さんが南米ペルーに遊びに来ました。1週間やっと取れた休みで本当にワクワクしながらペルーに来た。でね、夜のちょっとしたナイトライフも楽しんでみたいと思ってウキウキしてディスコに行ったのに、アジア人ダメですって言われた。どうですか？で、そうなんやと思って違うバーに行ってみた。そこでもまた同じことをひたすらに言われていくっていうことがあなたの人生に起こったとすれば、あなただったらどう感じますか？もしくはあなただったらどうしますか？ね、まあ割とすぐに諦めるかもしれないし、ちょっと交渉するかもしれないし、もしかしたらルイシートさんみたいに違うエリアに行ってね、挑戦してみるかもしれないですよね。で、それはあなた次第なんですけど、私だったらこうするわっていうのを自分の意見を言えるっていうのが大事です。で、それは間違いとかないです。正解もないし、別に先生が求めてる答えってないです。こっちの先生ってびっくりするくらい何も思ってないので、へえ、どう思うの？へえ、そうなんや。あんたやったらそうするんや。みたいなのをなんかひたすらやってるだけです。はい、私はね、特にこっちのリマの学校ではロシア人の女の子たちといっぱい授業を受けてたのできついですよ。やっぱ彼らはですね、本当に警察呼ぶとかね、喧嘩するとかね、そういうのも言い出しますからね。で、それだって言い訳ですよ。イマジネーションの話をしてるんだから何言ったって言い訳です。ニュース読む機会とかがあったらね、好きなテーマ読んでくださいね。まあ、宿題でどうしても出て、これをやらないといけないっていうのはしょうがないし、試験をね、受けられる方とかっていうのもしょうがないんだけれども、ただただ自分がスペイン語が話せるようになりたくて、楽しく会話したくてってやってるのに、無理に興味がないニュースの記事を読む必要はないと私は思ってます。そして私はそういうことをしたことがないです。一切ないです。読みなさいと言われない限りは読まないです。楽しいですか？それ読んでて。楽しいんやったら OK です。政治の記事を読むのが好きな人ももちろんいらっしゃるので、好きでやってるんやったら全然 OK。でも、スペイン語を上達するためにやらないといけないと思って、その義務感とか脅迫観念みたいなもので一生懸命やってんやったら、やめてください。関係ないから。話せるようになるっていうところには直結していかないです。語学学習はね、本当にいかに自分の日常に落とし込んでこれるのか、そして楽しく向き合っていけるのかっていうのが上達の鍵なんです。うちの受講生さんでね、エリコさんって言うんですけど、日本在住で本当にゼロからね、うち入ってくださってお勉強されてる方がいらっしゃるんですよ。で、まだ1年ちょっとなんですけれども、他のスクールで3年5年って勉強してきた人たちと普通に混ざってね、会話してるんです。で、彼女が初めの方にね、私に教えてくれたのは、スペイン語って難しいゲームをゲットした時と同じくらいのワクワク感ですねっておっしゃってました。それなんですよね。もう攻略したくて仕方がない、誰にやめろと言われてもやめられないくらい、続けてしまうくらい、なんか時間があったら手を伸ばしてしまうくらい楽しいもので本来はあるべきやと思うんですよね。で、そうだと思うんですよ。うちの生徒さんよくもうやめれませんとかね、楽しくてなんか合間があったらやっちゃってますってよくおっしゃいます。これが本当に大事ですよね。だってやらないといけないからやってても楽しくないじゃないですか。で、楽しくなかったらね、続かないんですよ。そのモチベーションを続くコツを教えてくださいとかたまに言われますけれども、もうそんなん関係ないくらい、お母さんにやめって取り上げられたってやるって思えるくらいのその楽しい学習法っていうのをね、ぜひね、身につけていただきたいなと思います。で、それができないと多分ね、ずーっと楽しくないですよ。例えば今皆さんが日常生活のルーティーンとか自己紹介はできるようになったよっていうレベルやとします。で、今この状態をどういう気持ちで過ごすかがずーっとね、つながっていくんですよ。なので今もうこんなん言えるようになった、私全然話せんかったのに今休みの日の過ごし方を友達と話すことができるなんてすごい楽しいって思える人は、過去の話をしても未来の話をしても過去のお仕事の話をしてもずーっと、いや楽しいわ、こんなこと言えて楽しいわって続いていくんですよね。でも今私こんなことしか言えない、私本当に情けない、レベル低いわ、こんな私ダメやわって思ってる人はずーっとそれ引きずっていくことになります。レベル
が仮に上がっていったとしても、私まだまだだな、私ダメだな、いつになったら私ちゃんと話せるようになるのかなってずーっと思いながら行くことになってしまいます。これ悲しいですよね。せっかくね、楽しくスペイン語で話したいと思って勉強しているのにもかかわらず、そんなね、楽しくなかったら、私は嫌だなと思うので、この過程をね、楽しんでほしいんですね。で、その過程はもちろん本当に楽しいことばっかりじゃないです。それはゲームも同じですよね。負けて悔しいこともあるし、うまくいかないこともあるけど、なんかやっちゃう、ハマってしまう、そういう状態をですね、作っていくことが、語学学習やっぱり上達するコツなので、今ね、楽しんでください。はい、今日はですね、そのニュースの読み方と読んだニュースを次どうするのかっていうね、お話をしました。読んで終わりにしないでください。私やったらこう思う。で、もしレッスンとか受けてらっしゃる方であれば、こういうことがあったんですけど、こういうニュース読んだんですけど、私ってこう思うんですよね。先生はどうですかって先生に聞いたりとかね、してみてください。これがコミュニケーションを取るということなんですよ。はい、では今日の動画ちょっとでも参考になったよとか面白かったよって思っていただいた方はぜひチャンネル登録といいねもね押しておいてください。で、現在ですねプレゼントキャンペーンやっております。まだプレゼント受け取っていないという方はぜひ概要欄をチェックしてリンクにね入ってみてください。ということで、じゃあ今日はこんな感じで終わっていきましょう。 Muchas gracias por ver mi video. Chao.